線の電車がですね、111号の国鉄色やったんで、ちょっと2駅だけでも乗っていこうと思っています。ブラブラして、前の高松駅とか下がそうかな。ラブメシが売り切れた。はい、だいぶ変わってしまった高松駅です。せっかく門司港と並ぶ駅やったんですけど、うどん食べたいけど今食べたら駅弁が2つあるので困ります。現在地書いてますけど、これね、海の位置から考えるとおそらくこの辺が元のホームやったんじゃないかなと思います。多分この辺、気配を7一両やからトイレなかったらどないしようかと思いましたが、よかったです。私のガリガリも気配を7塗っていきたいと思います。トイレをするとよかったです。ほんま気配40の方がいいんですけど、なんかボックス少ないし、あの47にしますわ。
白鳥です。ですね、一番後ろの車両批判40でボックス少ないんですけど誰もいなくなったんでちょっと移動しました。
なんとですね、坂東の駅には今やあの、ワールドヘリテージというかあの世界遺産に登録されている駅便所があるんですよ。駅にね、昔ね、トイレもあったんですけど、便所もあったんですけど、珍しくこの駅に、ね、便所があったんですよ。すげえなぁと思って、え、便所のある駅？これだけで一本、ね、YouTube の動画作れそうやな。ご注意ください。これでの、四国のね、気配運事系列の旅は今日は終わりますけども、今ふと思いました、この間北見でもね、気配運事乗ってますからね、
っぱりあの国鉄標準型ということで九州から北海道まで同じ形同じサービスが提供できること、これこそが国鉄の価値だと思います。ビッグラン線の中央のホームっていうのは